腹周りの脂肪を燃やしたい方は一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、体幹部、そして腹筋、そして有酸素運動が融合されたプランクインニーアップというのを紹介します。プランクインニーアップというのは少し走るようなイメージで体を安定させて行うエクササイズになります。今回は30秒間一緒に頑張ってもらえたらと思います。では説明します。はい、手は肩幅に広げて肘をしっかり伸ばします。この時に体が反れないように、肩からかかとまでしっかりお腹を引き締めて保ってください。この状態で右の足を左の肘に向けてお腹を締めていきます。腰が丸まらないように体をまっすぐ保って肘と膝を合わせていきます。今度反対は左の膝を右の肘に向けて、肘が曲がらないようにまっすぐ保ってお腹を締めて肘と膝を合わせていきます。これを左右ダッシュする感じで行います。その時に体がブレないように安定させることで体幹部がつきます。では30秒いきましょう。残り15秒ペース上げて、はい、お疲れ様でした。30秒間しっかり膝をね、肘に近づけて行えば息がしっかり上がります。このエクササイズは呼吸が上がった後に何もしなかったらもったいないので、息が収まるまではですね、このように歩いて呼吸ができるだけすぐに戻らないように、ちょっと早歩きな感じでしっかり手を振って歩いてください。息が上がっている状態というのは脂肪やカロリーがすごく使われやすいです。そこですぐじっとしてしまってエクササイズやめてしまうともったいないので、呼吸が上がった状態を少し保ちつつ呼吸が戻るまで歩いてください。だいたい 1,2 分ぐらいはちょっと早歩きで、すぐに呼吸が戻らないようにすることが体のカロリー脂肪を使いやすい状態になります。ということで、頑張った方、よかったらグッドボタンやシェアボタン、コメントよろしくお願いします。今回はたったの30秒、プランクインニーアップの紹介でした。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。